緊張した。もうあの真夜中マーメイドの初披露ぐらい緊張したわ、マジで。これガチ、これガチガチ。運動が得意な人はさ、いいっていうかさ、そのかっこいいなってなるからさ、いいけどさ、もう苦手な人から見たら、もう どうにかこうにかして目立たなく迷惑をかけないように行きたいみたいな感じですね。だからもう周りのいる人にもうみんなに話しかけてさ、私リレーじゃない、 40m 走、ナナカとレノンちゃんが隣だったんだけど、ずっとナナカと、どうしようもう立てないよって座り込んで、もう立てないよって言って、でこうなんだろう、あの自己評価みたいなやつが後ろに出たじゃん。その時もレノンちゃんが2だったから、わレノンちゃん2なのって信じていいんだねレノンちゃんって言ったら、私遅いんでって言ってたのレノンちゃん、だけど早かった。嘘じゃんレノンちゃん、嘘じゃんレノンちゃん、私信じてたのに遅いって遅いって思ってたのにレノンちゃん遅いって言ったじゃん、私めちゃめちゃ遅いんでって言ってたんよレノンちゃん、レノンちゃんまあ遅いわけないよなと思う、今思えば。確かに遅いの基準が違うのかも、それな。え、だからさ、早いくせにさ2位とかにしてるやつはさ、なんなんじゃいい加減にするよ。じゃあこっちはマイナス10かもうマイナス10だろ